はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで、今回こちらモンストをやっていきたいと思います。と言いたいところなんですけども、いやー、マジでちょっとね、このクリスマスガチャ、これね、20連引いたんですよ。20連引いて、動画撮ってたつもりだったんですね。はい。まあ、これ聞いたらわかると思うんですけど、つもりで引いてて、で、撮れてるよなって思ってたんだけど、終わってから確認したら取れてなくて、でも戻ることもできずに、一応戻れる機能もあるんだけど、なんか戻れなくて、過去に戻ってなんかそれも録画してるっていう風にできるんだけど、なんかそれもうまくできんくって、20連の動画がボツになったというか、ボツというか、まあ録画できてなかったということで、まあちょっと結果だけね、報告しようかなと思います。でも適当にも、星4しか出てなかったらもう絶対に報告することはないんですけど、まあ報告するってことはめっちゃいい引きをしたということで、まあご報告させていただこうかなと思います。モンスターボックス見ましょう。20連引いて、取得順、最初10連目引いたんだけどね、はい、ちょっと一瞬でパッてやったから見えなかったでしょ。まず20連引いて、あ、10連か、10連引いて、なんとコルセア出ました。まあ、まだ育てるというかレベルとか上げてないんだけど、コルセア出ました。まあ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 、コルセア一応持ってるんだけど、進化の方で持ってるので、一回神化させて、また進化にして、で、使ってたので、まあ、神化と使い分けできるっていうところで、まあいいかなという感じでございます。で、もう一体、トニー緑川が出ました。まあまあ、これは、あんま使わないかなと思うけど、まあ、出てよかったかなと思います。で、まあ、とりあえず10連はここでおしまい。で、どうしようかなって悩んで、じゃあ引きますって言って、もう10秒ぐらいで引きます宣言して引いたんですけど、引いたら、これですね。はい、左上にいますね。はい。星61体しか出なかったんですけど、もう星6なんで、ダルタニアに出ましたという。いやー、マジでこれは、めっちゃ超神引きだったんで、今回の20連で。ダルタニアンとコルセアと、トニー緑川モストクローバー出たんで、めっちゃ神引きだったんだけど、録画できてなかった。なんか30秒ぐらいしか録画できてなくて、マジかって思ったの。編集しようと思ったら、こんな感じ。ダルタニアンね、ボイス聞かせましょうか。プレゼントをみんなのためにメリークリスマスにゃ。やばいね、すごいいいボイスですね。いやー、これは出たのはマジでありがたかったけど、動画にできてないっていうのがマジでね、ほんとショック。こっちも聞いてみよう。こっちまだ聞いたことない。プレゼント準備完了。届けに行くからね。おお。いや、マジで届いたわ、本当に。コルセアが届けてくれて、ダルタニアンが来たみたいな。いやー、でも、マジで出てよかったね。36回とか、こいつ、自分が持ってるだけで相当楽でしょ。スサノオが前出た時にも、結構楽だったんで、スサノオが出てから結構楽に36回クリアできたんで、さらにダルタニアン加わったらね、もう楽にいけるんじゃないかなっていう感じですかね。という感じで、まあまあまあ、オーブはね、57個になっちゃったんですよ。157個あったんだけど、57個になってしまったんですけど、まあ相当神引きというか、もうそもそもダルタニアンを狙わないので、普段、水の遊泳引かないので。普段は重心祭、劇重心祭か、劇重心祭と超重心祭ぐらいしか引いてなかったので、ダルタニアンを狙うっていう機会があんまりなかったんですけど、まあ今回クリスマス限定で、まあちょっと引いてみようかなと思って引いたら、まあラファエルかダルタニアン出たらまあいいかなぐらいで引いてみたら、まあダルタニアンが出たので、まあ良かったかなと思います。いや、マジでなんか限定ガチャになんか強いなっていう、なんか前回もね、出ましたし、なんか結構いい運持ってるかなっていう感じでしたね。で、まあオーブも57個になっちゃったんで、まあログインとかで何十個、30個ぐらいは多分もらえるし、あとはなんか1月1日と、12月31日とか20個2日間で20個もらえたりとか、あと顔合わせもあるし、まあ、結構もらえるし、あとはね、これ僕チケットガチャね結構集めてるんですよ。チケットクエストか、チケットクエストガチャじゃない、チケットクエスト結構集めてて、多分2、3年ぐらい前からずっと貯めてるので、結構やってないのもあるので、ここで多分20個ぐらい稼げるので、まあ、あとは、覇者の塔も早く来るので、それとかやったら、まあ、多分もう100ぐらいは多分溜まるので、また。年末の、
まあ去年は星6確定だったんですけど、まあ今回は分かんないんですけど、まあ星6ぐらい確定来るんじゃないかなと思うし、そこでも弾けるし、年始のまあ新超、重心祭キャラも狙えるんじゃないかなと思います。まあそこもね、弾いたら動画にしようかなと。今度はちゃんと録画ミスなしにしますので、そこら辺ね注意して、やっていこうかなと思います。ということで今回はちょっと何もない、ただのご報告動画で申し訳ございません。次回からはちゃんと出します。はい、今日はね、あの動画何本か上がると思うんで、そちらの方もね見ていただければいいかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。